よし、あ、ちょっと待って、アシュラ先生、本当にもう心残りはない？はい、あなたたちだけで大丈夫？ありがとう先生。わかったわ、それじゃ、行きます。ノットオープン、オーデンプレトール、シャイニーアレク。私はただ楽しい学園生活を送りたかっただけなのに。マリー連れて帰る、アンコ喜ぶ。なあ言ってえな、おい。アシュラ先生、体の方は？もしかして、さ、まさか。でも変ね。七不思議？え、そういえばそれだ、私行ってくる。アッコ、モリだって、なんだ、大丈夫だって。そういうこと言って、じゃあ謝ればいいじゃん。許してくれ、当たり前じゃん。エルさんとあまり、だって友達でしょ。モリー、モリー、
ほら、アッコ。私なら大…それは…モリー…ダイアナ。うん、私は…でも…そんな私が…ただ…おかげで…でも…こんなはずし…ルーナノバで…だから、ただ…結果的に私は…私は前誰も私の子…絶望した私は…そして、力も記憶も失…アーシュラ先生、覚悟って…私は、死霊の魔女なの。だから…え？いいの。そんなこと…どうしようか…アーシュラ先生だって…え？やはり…どういうこと？死霊の魔女の200年もの間、もはや…封印…意味がな…長い年月、それこそは…そうね…あなたを縛っていた。じゃあ、モリー。ええ、でも、あら、それに、それは絶対だ。というわけで、めでたしめでたし。ああ、そういえば、それなら、そうなの？もともと、もう死霊の魔女はいない。へえ、そうなんだ。はあ。コンスタンツも、いろいろ協力してくれてありがとう。ひとまず、仕掛け扉の鍵になっていたの。あっこ、開かずの扉の先、開かずの扉の先、カード？ううん、だって。じゃあこれ、あんなカードが皮膚…喜ぶのはその辺に。え、図書室の本…あっこ…たく、みんなで…仕方ありません。もちろん。ほら、なんで私が…休みの日、アイスクリーム食べに行かない？美味しいお店があるってヤスミンカに聞いたんだ。ブライトンベリーにあるお店。うん、ねえ、寿司も行くでしょ。で、それ何書いてるの？毒鉢の注文書。欲しかった毒鉢が久々に入荷したんだ。絶対に手に入れなくちゃ。へえ。あっこ、次の本はど…この本を買っ…片付けるま…まあ、次の本は…この本を買っ…片付ける
次の本は。この本、片付けるままあ、いっか。次の本はど、この本はか、片付ける前に、まあ、いっか。え、ハンギョジンアプカルルとリベンジオブアプカルルの上映会？もちろん行くよ。リバイバルするんだ。私が見たいって言ってたの覚えてくれてたんだ。これで訳が分からなかったストーリーもすっきりするよ。それはどうだろうね。ドキドキのワクワク。やっぱりアプカルルは何度見ても最高。せっかくアッコのために上映会してくれたってのに。それは感謝してるけど、見た順番のせいでよくわからなくなっちゃって。まあ、アプカルルシリーズはアッコには難しすぎたかもね。そうだ、このまま立て続けにハンギョジンアプカルル2と1/2とリターンオブアプカルルを見ればいいんだ。もちろんコンスタンツェとスーシーも付き合ってくれるでしょ。ほら、ストーリーを忘れないうちに見せて。